丹さん、僕からちょっと質問なんですけれども、うん、丹沢さんがもし例えばこう1ヘクタールの、まあ、空の畑があるとするじゃないですか、うん、でそこに新たにこう桃を植え付けると、1ヘクタールのその桃だけでこう生計を立てようって思った時に、その品種構成ってどんな感じで考えられますかね、この、2021年現在。新しい品種も含めて。おまあいいよ、はい、古い品種も含めて。素人っていうか、もし1ヘクタールちょっとあるんですけど、桃やりたいんですけど、どういう品種植えたらいいですかねっていうのに対してこうなんかお答えできたらな、してもらえたらなと思うんですけど、うん、どんな感じですかね。そうですね、1ヘクタールっていうことは一旦分の畑が10個ですね、はい、大体ね。そうすると、まあ、10品種植えられると思うんで、あ1品種一旦分 10R でそれを10個植えれば、まあ、平均化していいかなっていうのは、それまあオーソドックスな作り方ですね。大体一旦に1品種っていうのが、そうですね、一旦1品種で1万個、はい、1000円になった時ね、はい、覚えておきます。1万個1万個になると100万円おが100万円が10個あるんで1000万円。ああいいですね。そういうふうに、まあ、生活できる、なりますね。そうなればいいですね。まあ、あとね、もう一つ方向があって、うん、まあ、一品種一旦分ずつ植えておくと、うん、作業が一定になりますんで、楽ですけど、うん、例えば市場に出すと値段がこう上下するんですよね、はい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 、で高いところを多くして安いところを少なくしてっていう方法もあります。じゃあもう高くなる品種時期と低くなる品種というか時期がもうあるありますね。つくんですね、金とか。あ、そうなんだ。走りは高いですよね。あ、まあ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 、まあ、でお盆は高いですよね。ああ、なるほどね。8月のお盆前も高くなりますよね。確かにね、確かにね。で山梨だと、7月の終わりは福島から暁がドーンって出てくるんで、うん、そこはすごい下がるんですよね。最近は少ないかな、そういうことが、うん、まあ、だからそういう、市場の上下に合わせて、安い時は少なくして高い時は多くしてっていう方法もありますね。そうか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 。だから、15R 作って次の品種は 5R にして15515とかってやるっていう方法もあるし、まあ、そんな5も作るのめんどくさかったら20作って次入る品種は飛ばして、次20作って飛ばしてっていうやり方もありますけど、多分ゼロから初心者ってなると農協出荷とかがまず最初になってくるんで、うん、やっぱそういうところも考えないと遅刻ですもんね。具体的な品種としてはどうです？企業秘密だけど。あの昔ながらの品種で、あ、オーソドックスにね、うちでやってますけどね、まあ、氷川ですよね、氷川白鳳。千代姫はちょっと作業間に合わないんで作ってないですよね。千代姫花は氷川白鳳を、鹿の岩、白桃、白鳳、浅間、夏っ子、一味屋がないんで紅国か、川中島、幸あかね、桜白桃、最後が西王母。10、あ、夢香りもあるか最後。そっかそっか。まあ基幹品種がそうですね、基本になる品種がそこで、その間に違う品種がダブルでこう被ってくるんで、うーん、そうですね。ね、今年のどうでしたっていう動画の中でも丹沢さん3品種でしたっけ、何品種 3品種かぶって取るけど5品種になっちゃったって。そっかそっか。10品種をとりあえず植えとけばもう無難かなっていう感じ で、ね、結構忙しいと思いますよ。あ、それでも1万個の桃取るって結構忙しいですよね。この1ヘクタールって1人で1ヘクタール無理。あ、うん、もう無理、取れないですね。ええ、そもそも桃ってなんて言うんだろうな、収穫期に何人人を避けるか何人人を投入できるかで取れる量って決まるんですよね。鉄火もできるし、うん、袋掛けまでできるんですよ。なんとかなるんですよ、うんうんうん、最後取るところなんですよ、桃って。取るところに労力が避けないと、果熟になって落っこっちゃうんで、
一番肝心なところですね。そこに人を手配するか、一人でね、一人でしょ、まあ、うん、あの初心者ゼロからやるっていう人をちょっと想定してみたんですけど、一、うん、人で回せるレベルっていうか広さって どんなもんですかね。桃で7段あでも7段7瀬の畑が10個ああ1万個はねちょっとね難しいと思う。1万個はねちょっと7000個だったら取れるけど、あですか、1万個は取れない1人だと。ね、なんかブドウとかだったらでも本当房作りだ適流が一番こう動力かかるからそこに怒りっていう感じだったりとかするけど、確かに収穫でガタガタね落としちゃうよりは動力人でってところになりますもんね。そこはね、うん、同分でできる広さってどんなもんですかね。いややる気じゃ一丁でもね同分でやってまあ、ね、まあ、命が縮まる思いでやってくださいっていうことですけど、うん、ね、いや無理じゃねえかな。一旦部手で弾いて手で消毒をかけると、うん、一旦部30分かかるんじゃないかな。かなり雑に弾いて、うん、30分でも早い方ですよね、うん、一旦30分で1丁分あるってことは300時間だから、6時間でしょ。5時間5時間か、あ5、6だから5時間ね、給水時間がタンクに薬を溶いて、で水いっぱいにして場所を移動してホース伸ばしてってそこまで入れると、まあ一旦45分ぐらいかかるかな。SS は給水10分、移動10分、散布10分なんですよ、うん、楽っすよね、で同分だとね、もうやったことないですよ僕同分なんか、うん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 、補助散布で SS から降りて手でかけるっていうことはやりますけど、基本 SS で、ね、一旦分、まあ、10分5分か何歩だよね、じゃーって弾いて、一人だったら7段でも収穫期は2人ですね、そこはね、あ、うん、2人でなんとかっていう、うん、そうですね、毎日2時間朝来てくれる人がいて、うん、7ターンが回る感じかな。そうか、1人で取って1人で運んで1人で選別ってやったら、まあ、5ターン、うん、うん、5ターン、そうですね、1品種5000個しか取れない、うん、やれる範囲っていうか小さい範囲でね少しずつやってって、うん、自分の技量に合わせてやっていくっていうのはね、うん、3段でとりあえずやってください。小さく始めて大きくしていくっていう、うん、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございました。